フィリッピの戦いは、ガイウス・カッシウス・ロンギヌス及びマルクス・ユニウス・ブルトゥス、ラが率いるリベラトレスの軍とマルクス・アントニウスと、ガイウス・ユリウス・カエサル・オクタウィアヌスが率いる、第二回三島政治の軍が、紀元前42年10月に行った戦いである。戦いは、フィリッピ西方の平原で10月3日。名称は、ラテン語表記のフィリッピの戦いとも称される。 紀元前44年3月、共和制の散脱を企んだ、終身独裁官、ガイウス・ユリウス・カイサルを暗殺したマルクス・ブルトゥスや、カッシュースらは、イタリア本土を去って、マケドニア属州を拠点、ノート1として、マケドニアで、ガイウス・アントニウスを、アシア属州で、プブリウス・コルネリウス・ドラベッタを撃ってその軍隊を奪取、するなどにより、赤やから、 シュリアに至るローマの東部地区の支配権を手中に収め、プトレマイオス朝から、兵糧の支援を受けるなど、東方の先制国家とも同盟関係を結んだ。一方のローマ本国では、カエサルの後継者を自称するアントニウス、オクタヴィアヌス及びマルクス・アイミリウス・レッピドスの3人が、第2回三党政治を結成。プロスクリプティオによって、マルクス・リウス・キケロラ反対派の元老院議員が、 殺害された。また、ムティナの戦いで、アントニウスらと戦ったデキムスユニウス・ブルトゥス・アルビヌスはアントニウス派の死角により暗殺され、ガイウス・トレボニウスは、ドラウェッダに、アシア属州で殺害されるなど、マルクス・ブルトゥスとカッシュウス以外の各地のオプティマテス、及びリベラトレスは勢力を失い、結果として3党政治側は、ローマ西方地区を支配下へ収めた。 三党政治側の最初にして、最大の目標は、カエサル暗殺事件の首謀者であるマルクス・ブルトゥスとカッシウスを打って、カエサルの復讐を果たし、さらには、ローマ世界全体の支配権を得ることであった。三党政治側は、リベラトレス討伐を決定すると、レピドスをイタリアへ残して、残る二人は、合計二十八個のローマ軍団と共に、マケドニアへと出征した。三党政治側は、 ガイウス・ノルバヌス・フラックストルキウス・デキディウス・サクサが指揮する八個軍団が先発、ローマからアドリア海を越えて、マケドニアへ渡り、リベラトレス軍を探るためエグナティア海道に沿って、進軍した。ノルバヌスとデキディウスは、マケドニア東部のフィリッピを通り過ぎて、強硬な山岳地帯へ強固な陣営地を構えた。リベラトレス側は、 ノルバヌスやデキリウスが率いる三党政治側の軍を側面から包囲することに成功し、ノルバヌスらに自陣営を放棄、フィリッピの西方へと撤退させた。後続部隊を率いたアントニウスは先行していた、ノルバヌスらの軍に追いついた一方、オクタヴィアヌスは病気にかかり、デュッダキウムで一時的な滞在を余儀なくされた。両軍の新軍の三党政治側は、 主力となる軍団をマケドニアへ渡らせることに成功した。一方、リベラトレス側はグナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスが率いる130隻の巨大戦団を擁する海軍による紹介で、正会権を握ることにより、3党政治側のマケドニア遠征軍とイタリア本土との連絡を混乱にさせた。リベラトレス側は決戦を行うことを望まずに、 むしろ海軍の優位性を生かした立場を利用し、イタリア本土からの物資の供給を遮断して、三党政治側の本軍を孤立させる作戦を取った。また、三党政治側が、アドリア海を渡る数ヶ月前から、将来の決戦に備えて、リベラトレスは軍備を徴収するために、ギリシアの都市を集奪、ローマの東方族州へも課税した。同地区より、ローマ軍団を集め、 同盟国からの遊軍と共にトラキアへと集結させた。ブルトゥストカシシウスはフィリッピから西へ約3.5キロの両側を高地地帯に挟まれたエグナティア街道沿いの地点に陣営地を構えた。リベラトレス側の陣営地は南側を渡ることが不可能な小宅地、北側を周囲を高い球場地帯が連なる天然の要害に囲まれており、リベラトレス側はさらに掘りや、 防御策を設置して、守りを固めた。そして、エグナティア街道の南側にカッシウス、北側にブルトゥスが、陣営地を構え、しばらくしてリベラトレス側の陣営地の近くまで、到着した三島政治側のアントニウスとは、南側で、カッシウスが、オクタヴィアヌスとは、北側でブルトゥスがそれぞれ退治した。三島政治側は19個の軍団を要しており、文献に、 記載のある軍団は、第4軍団の一つだけであるが、フィリッピの戦いの後に入職に参加した第6、第7、第8、第10、第12、第13、第16、第18、第19、第30の各軍団も3党政治側として参戦したと考えられている。アッピアノスによると、3党政治側の軍団兵は、ほとんど定員を満たしていたと伝わっている。 三党政治側は、騎兵部隊の戦力が大きかった。リベラトレス軍は17個軍団を要し、ブルートゥスが8個、カッシウスが9個の軍団を指揮していた。また、これとは別に、クナエウス・ドミティウス・アヘノバルブスが指揮を取る、海軍兵力として2個軍団があった。ただし、リベラトレス側の軍団は定員を満たしていたのは、わずかに2つだけであったとされる。そのため、 同盟関係にあったプトレマイオス朝やパルティアなどの東方の諸国家から援軍を得て強化した。アッピアノスはリベラトレス側の不評戦力は約8万であったと記している。リベラトレス軍の騎兵部隊は東方諸国家からの同盟軍5000を含む総数1万7000であった。リベラトレス軍には東方属州へ駐屯していた。 カエサルの時代より従っていた軍団が属していた。これらの軍団兵のほとんどがカエサル時代からの歴戦の兵士であったと考えられ、第27、第31、第33、第37の各軍団はそれに該当する。なお、第36軍団はグナエウス・ポンペイウスがもともとは率いていた軍団兵から構成され、ファルサルスの戦いの後に、 カエサルの軍団に加わった。そのため、カエサルの相続人と称する三党政治側と戦う、リベラトレス側の軍団に、カエサルを暗殺したカッシュースらへ、忠誠心を持たせるのは微妙な問題であった。カッシュースは、自らの軍団兵から忠誠心を得るため、我々はカエサルの士兵として存在しているのではないや、我々は、共和国の兵士なのだなどの強い口調で鼓舞したり、 軍団兵一人につき千五百デナリウス、ケントリオ一人に七千五百デナリウスを渡すなどのあらゆる方法を試みた。古代の資料には両軍の総兵力数の情報はないが、両軍ともにほぼ互角の兵力であったとされる。アントニウス軍は再三の戦いを仕掛けていたが、リベラトレス側は防御を固めて陣営地の優位性を生かし、挑発に乗ることはなかった。 そのため、アントニウスは密かに南の小宅地を横切って、リベラトレス軍の陣営地への攻撃を試みて、大変な苦労の結果、アントニウス軍は小宅地を抜けることに成功した。最終的にカッシュースによって、アントニウス軍の動きは見破られたが、両軍が退治する形となり、硬着状態にあった戦局が動き出すきっかけとなった。紀元前42年10月3日、 フィリッピでの最初の戦いが行われた。一度目の戦いの両軍の展開図3等政治側、リベラトレス側、カッシウスの陣営地と商択地の間の防御施設への攻撃を目的として、アントニウス軍とカッシウス軍が交戦した。アントニウス軍によるカッシウス軍への攻撃を受けて、ブルトゥス軍はもう片方の3等政治側のオクタヴィアヌス軍へ攻撃命令を待たずに吸収した。 ブルトゥス軍による吸収は完全に成功し、ブルトゥス軍のマルクス・ワレリウス・メッサッダ・コルイヌスが率いる部隊によって、オクタヴィアヌス軍は敗走して、メッサッダ・コルイヌスの部隊は、オクタヴィアヌス軍の陣営地を奪取した。オクタヴィアヌス軍の参考軍団は明らかな崩壊状態となり、オクタヴィアヌスは陣営地から離れていたため発見できなかったが、オクタヴィアヌスの椅子を破壊し、 オクタヴィアヌス軍から三本のアクイラと多くの軍旗を奪い取ったなお、多くの歴史家はオクタヴィアヌスがその日のことを夢で知っていたため、難を逃れたと伝え、ガイウスプリニウスセクンデスはオクタヴィアヌスは、商宅地へ逃れたから無事であったとしている。エグナティア街道のもう一方ではアントニウス軍がカッシウス軍が設営した防御策を破壊し、防御用の水路を埋めたことで、 カッシウス軍の防御施設を攻撃できたため、アントニウス軍は難なくカッシウス軍の陣営地を占拠した。また、南へと進んでいたカッシウス軍の一部隊は本陣へ戻ろうと試みたが、アントニウス軍の部隊に撃破された。結果的に両軍の戦いは痛み分けに終わったカッシウス軍が約9000名を失ったのに対して、オクタヴィアヌス軍は一万八千名もの死傷者を出すに、 至った。しかしながら、戦線が拡大して、激しい砂塵が起こっていたため、戦局の判断が困難であったため、両軍の間の戦局動向を把握することができなかった。カッシュースは、丘の頂上へと退いたが、ブルトゥス軍の動向をつかむには至らなかった。カッシュースは、ブルトゥスが大敗を起死したものと判断したため、カッシュースは、 ピンダルスという名の解放奴隷に自らを殺させた。ブルトゥスはカッシウスの遺体と対面した時にカッシウスを最後のローマ人と呼びその死を悼んだ。しかし軍隊の士気が低下することを恐れてブルトゥスはカッシウスの抗争を避けた。ブルトゥス軍は強欲さによって占領したオクタヴィアヌス軍の陣営地での略奪に終始したためオクタヴィアヌス軍に 戦線再構築の時間的余裕を与え、ブルトゥス軍は、オクタヴィアヌス軍に対する決定的な勝利を生かすことができなかった。フィリッピでの第一戦が行われていたのと、同日、グナイウス・ドミティウス・アヘノバルブスが率いるリベラトレス、側の海軍は、3党政治側のグナイウス・ドミティウス、カルーイヌスが率いた2個軍団という総用の戦団を、紹介中に撃滅することに成功した。 この結果、リベラトレス側は、正解権を保った上、会場を経由して、物資を無人像に受けられる体制が構築できているのに、対して、三党政治側は主たる食料の供与先であったマケドニアとテッサリアからの供給余地が、乏しく、平坦の確保に急しかねない戦略的な危機に陥る、こととなった。そのため、三党政治側は物資を確保する目的で、 南の赤谷へ軍団を送る必要に迫られた。また、三党政治側は、兵士を鼓舞するために、軍団兵一人当たり五千デナリウス、ゲントリオ一人当たり二万五千デナリウスを渡すことを約束した。しかしながら、一方のリベラトレス側は、カルライの戦いなどに従軍し、一応の軍事的な経験を持っていたカッシウスが、第一戦で自殺し、残ったマルクス・ブルトゥスに、 軍事経験が少なかったことから、良い戦略も持たずに無意に過ごしていた。ブルトゥスは、第一戦目の後に、配下の兵士たちへ、各戦でナリウスの報酬を渡したにもかかわらず、リベラトレス側の兵士及び同盟国の兵士から、敬意を得ることはできなかった。第一戦目から三週間のうちに、ブルトゥス軍の陣営地の南側にあたるカシウスが、第一戦で、 陣営地を構えていた丘陵の近郊に、ブルトゥス軍が全く備えを置いていなかったため、同地へのアントニウス軍による進軍を許した。二度目の戦いの両軍の展開図三等政治側、リベラトレス側アントニウス軍の動きに対して、ブルトゥスは側面からの攻撃を防ぐため、エグナティア街道と並行していくつかの防御策を構築しながら、南側へ戦線を広げることを強いられた。とはいえ、 ブルトゥス側は、陣営地を戦術的に有利な高地に置き、ドミティウスはヘノバルブス率いる海軍との連絡も保っており、未だ優位であったことから、ブルトゥスは、優勢な海軍の勢力を活用し、正面からの戦闘による決着をなるべく避けて、物資の乏しい山と政治側を消耗させるのを望んだ。しかし、リベラトレス側の高級将校や、 兵士の大部分が、持久戦にしびれを切らして、野戦で決着をつける以外にない、と主張した。自軍の指揮を見て、ブルトゥスト軍の指揮官は、味方の将兵が三島政治側へ降伏し、海軍の優位性が失われる危険を恐れた。プルタルコスは、ブルトゥスが、イオニア海の海戦で三島政治側のドミティウス、カルーイヌスが敗北した知らせを受け取っていなかった、と記している。 そして、東方の同盟国の部隊がリベラトレス側から離脱し始めたため、ブルトゥスは3党政治側と決戦に挑む決意を固め、フィリッピでの第2戦は、紀元前42年10月23日の午後に開始された。ブルトゥスは、私は現在のように、逐一支持しているのとは違い、この戦いでは命令することはなく、大ポンペウスのように戦争を進めいるだろうと語った。 フィリッピの第二戦目は、特別な戦術も戦略もなく、ややピルムが使われることもなく、県と県による両軍のベテラン兵士主体のローマ軍団が激突する潰し合いとなって、両軍ともに大変な損害が生じた。結果として、ブルトゥス軍の攻撃は山東政治側に撃退され、リベラトレス軍の戦線は崩壊し兵士らは散り散りになった。敗走するリベラトレス軍が、 自軍の防衛陣地へ到着する前に、オクタヴィアヌス軍の兵士によって、ブルトゥス軍の陣営地は占拠された。ブルトゥス軍は劣勢を覆すことができず、三党政治側に完敗した。ブルトゥスは四個軍団だけを率いて、近くの丘へ退いたが、三党政治側の総統戦により幸福化捕虜が避けられなくなったため、ブルトゥスは自ら命を絶った。 フィリッピの2回目の戦闘は、上述したような近接戦主体であったため、両軍ともに相当な大きな死傷者が発生したが、両軍の死傷者の数は伝わっていない。紀元前39年頃の地中海、オリエントの勢力図、アントニウス勢力圏、オクタヴィアヌス勢力圏、マルクスレピルス勢力圏セクストゥス、ポンペウス勢力圏プルタルコスは、アントニウスがブルトゥスの遺体に、 敬意の証として、紫色のマントをかけたと伝えている。アントニウスは、ブルトゥス、スエトニウスは、オクタヴィアヌスがブルトゥスの死球をローマへ届けて、カエサルの像のもとにさらしたと伝えるが、プルタルコスはアントニウスによって、ブルトゥスの遺骨が、母セルウィリアのもとへ届けられたと、英雄伝に記している。リベラトレス側では、クイントゥスホルテンシウスホルタルスの息子が、アントニウスの弟、 ガイウス・アントニウスを殺害した普段の報復で、アントニウスによって殺害され、マルクス・ポルキウス・カトウッティケンシスの息子、マルクスや、ルキウス・リキニウス・ルクルスの息子・マルクス。あとに、オクタヴィアヌスの妻となるリウィアの父・マルクス・リウィウス、ドルス・スクラウリアヌスが戦死するなど、多くの若い有力者がこの戦いで命を落とした。ルキウス・カルプルニウス・ビブルスや、マルクス・ワレディウス・メッサル、 ラコルイヌスなどのリベラトレス側で逃れた人物はおそらくは若く冷酷なオクタウィアヌスに対処されるのを望まなかったためアントニウスへ降伏したノートにリベラトレス軍の残存兵士のうち約1万4千名は3党政治側の軍隊へ編入されたが古参の兵士の多くがイタリア本土へ戻されて軍より除隊したなお古参兵士の一部はローマの植民都市となった フィリッピの町へ入植した。オクタヴィアヌスはこの戦いで退役した多くのベテラン兵士を入植させるという複雑な問題へ対処するためイタリア本土へ戻り、アントニウスはブルトゥスらが支配していた東方地区の治安維持のために道地へ泊まった。ノートさん。セクスティス・ポンペウスがシチリアを勢力圏に置き、ドミティウスはヘノバルブスが海軍を握っていたが、 リベラトレス側の抵抗はフィリッピでの敗北で終結した。なお、セクストゥスとドミティウスは連携しながら三党政治側と争ったが、紀元前40年にドミティウスはガイウス・アシニウス・ポッリオの仲介によりアントニウスに不利、セクストゥスは紀元前39年にオクタヴィアヌスとミセヌムで停戦協定を結んだ。フィリッピの戦いで勝利に最も貢献したアントニウスは、 生涯のキャリアで頂点を迎えた第2回三党政治の1党として、かつローマで最も有名な将軍となり、アントニウスの人生はこの時に決定づけられた。ブルトゥスとカエサルの亡霊、ブルータスザ・ゴースト・オブ・シーザー、エドワード・スクリビンによる1802年の作品、プルタルコスは英雄伝の中で、フィリッピの戦いの数ヶ月前のある夜、ブルトゥスは目の前に、 巨大な亡霊が現れたため、ブルトゥスが何のようだと尋ねると、亡霊は私はブルトゥス、お前の悪霊だ。フィリッピで会うことになるだろうと答えた。ブルトゥスは戦闘の前夜に再び亡霊と会ったと記している。この逸話はイングランドの劇作家、ウィリアム・シェイクスピアのジュリアス・シーザーの作中で最も有名な場面の一つである。カッシュースでは、ブルトゥスが ギリシアの悲劇を引用した最後の言葉を以下のように伝えている。不運で高潔な人よ。私の名前は本当の人として崇拝されていたのに、今は運命の奴隷になってしまった。オクタヴィアヌスは後に、次女、デスゲスタへの中で、フィリッピの戦いについて、私は父の殺害者らを国外へ追放して、裁判の場でその犯罪を断罪した。しかる後に、 共和国に対して彼らが起こした戦闘で二度戦い勝利を収めたと自ら振り返っている。カエサル暗殺後にカッシウスらはマケドニアを実行支配していたが紀元前43年2月に言論降伏したブルトゥス軍の将校に対するオクタヴィアヌスの冷酷な対応によりブルトゥス軍の将校はアントニウスに敬意を表した一方 オクタヴィアヌスへは痛烈な罵倒を浴びせたとの事例を、スエトニウスは紹介している。アントニウスは合戦でリベラトレス側で参戦した、オリエント諸国へ渡って、各地の支配者と会談した。その中には、プトレマイオス朝のクレオパトラ7世も含まれていた。ありがとうございます。